はい、本日はですね、今月着たい服を10点ご紹介していこうかなと思います。ということで、最近寒いですね。めちゃくちゃ寒いということで、この部屋はね、暖房ありません。なのでこんなロンT1枚でいったら凍え死にそうなぐらい寒いんですけども、じゃあいよいよ本格的に寒くなったこの時期、何を着るんですかと。そら先月まではね、ダウンジャケット着ときゃなんとかなったんですよ。ただ1月って一番寒いでしょ。でその時はどうすんのというとですね、やっぱり重ね着って絶対必要になってくるんですよ。で重ね着をするために、まずはベースレイヤー、これ1枚しか着ておりません。あ、ちなみにこのロンティーね、僕が作ってるロンティーなんですけども、完売に完売をしてですね、第3回の受注生産っていうのが今月行われますので、1月の21日からねやっております。確かその辺1月の20後半ぐらいからやっておりますので、ちょっと売り切れてるやつもありますがね、また見ていただければ嬉しいかなと思います。ということで、本日の流れとしてはですね、まず10点ありますので、10点をバッと紹介します。でバッと紹介していくんだけども、その時にどういう着方するのがね一番あったかいんちゃいますかみたいなところをねお話ししていこうと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まず1点目は何かというと、最近ご紹介したんですけども、こちらの靴、これやっぱあったかいですね。僕今までナンガのねスリッパみたいなのを履いてたんですよ。まあナンガとスブっていうやつのコラボのスリッパを履いてたんですけども、別にそれでも全然いいです。で全然いいんやけども、一回これも履いてみようということでね、こちらはヌプシっていうダウンジャケットでありますよね。このヌプシのブーツバージョンなんですよ。まあブーツというか靴バージョンというかな、靴やねんけども一応ダウンが入ってるということで、関西の方とかって特にそうなんやけども、ブーツのこの長いブーツってあんまいらないんですよ。それ暑いんよということで、なかなか履くタイミングないんよ。雪国の人はこうやってブーツええんやけども、関西関東の人でなんかいいちょっと靴ないですかというのやったら、あるやないかと、ここにあったやないかということで、こちらをね今月は履いていこうと思っております。ただ今現時点では部屋用にするか外用にするかちょっと迷ってるんでね、ちょっとどうなるかわからないんですけども、今月は一旦ちょっとこれ履いていこうと思っております。やっぱあったかいですね。全然違いますね。なんかスニーカーとか履いててね、ちょっと寒いねなっていう方はね、これ試してみるのもいいかもしれません。値段も1万円以下で買えるね、8000円かなんかぐらいで買えるんでね、そんなめちゃくちゃ高いもんじゃないんでええかなと思います。でその次はね、ちょっと上寒いので着ていきましょう。じゃあ何を着ていくのというと、ちょっともう1枚だけで過ごさせてっていう方はね、これですわ。このアトムエアルフーディ、これに関してはもう動画で散々と言ってるんやけども、このロンティーに1枚去って上羽織るだけでも様になっちゃうよと。で今年はね、今年というか今シーズン2021年から2022年にかけて、多分僕アトムエアルフーディ打ったらめっちゃ貢献してるんちゃいます。ちょっとアークテリクスさん、よろしくお願いしますよ。めっちゃ貢献しますよ、僕ほんまに頼みますよ、いうことでね言ってたりはするんですけども、それぐらいに視聴者の方からアトムエアル買いましたっていうことをよう聞くし、あとそれ以外にもね、何やったっけな、千葉の方のねアウトレットありますよね、幕張かななんかのアウトレットやったら、このアークテリクスのねお店が入ってるみたいで、アトム AR がなんかセールでね、アウトレット価格で2割か3割引きぐらいで買えたっていうことも聞いたりしたんで、アウトレットもね、お近くの方とか関西もあるんかなちょっとわからんねんけども、ちょっとありかもしれないですよね。やっぱりアークってね結構偽物多いから、やっぱ正規店で買った方がいいんやけども、安く買うにはどうすんのって言うと、多分アウトレットぐらいしかないんちゃいますかね。やっぱネットとかはね結構偽物もあったりするんで、もう正規店はやっぱ正規の値段なんですよ。定価で売るしかないから、も定価なんやけども、唯一割引できるって言ったらアウトレットぐらいかなと思うので、気になる方はねアウトレットでゴーしてみてくださいということで、まずこれが2点目ね。そして次がね、やっと上が温まったところっていうことなんで、パンツのお話をします。こちら僕が今履いてるパンツっていうことでね、ダウンパンツねめちゃくちゃ探したんですよ。めちゃくちゃ探して僕いっぱいいろんな履いたんやけども、これに今のところ行き着いております。でなんやったらこれ、じゃあどこのブランドなんて聞くとですね、ノーブランドやったということ、全く知らんブランドやったって、あったんかいなこんなとこにということなんですけども、これ何がいいかなっていうとですね、実は洗濯できるんですよ。で、このアトムエアルちゃんもそうですね、僕散々言ってます、洗濯機にぶち込んでくださいっていうのは言ってるんだけども、このパンツも洗濯機にぶち込んだりしたらもうそれで OK なんですよ。でも普通ダウンって洗濯機ぶち込めないじゃないですか。だけどこれに関しては人工の綿やからね、天然の綿、水鳥の綿じゃなくて人工で作られてる綿やから水にも強いんですよ。だからねもう全然洗濯機ぶち込んで、ドラム式乾燥機の人最高、乾燥機で仕上げたら、ね、ふっくらして仕上がってくるからめっちゃあったかいよということで、僕はもうこれは中に何も履かず、このダウンパンツ1着だけピュッて履いてる状態でね、あったかいんで、これはぜひぜひいいかなと思います。アウトドアブランドもねこれ出したらええのになと思うんですよ。プリマーロフトとかで中綿作ってね出したらええのになと思うんやけど、もうなかなかなくて、アウトドアのってやっぱ天然のねダウンのやつ使ってるやつが多いから洗濯しにくいんですよね。洗濯するのにちょっとこう一手間っていうかめんどくさいんですよ。だからアウトドアブランドさんもね出したらいかがですかとかって思うんやけど、
でも出さへんかったら僕出すよと、僕ちん勝手に作って出しますよということなんですけども、まあ、これが良かったなっていうところで、次がね何がいいかっていうか、何がいいかっていうか、何を着ようかなと思ってるかっていうと、やっぱ重ね着なんですよ。でさっきのこのアトムはね、これは重ね着するようではないというか、まあ別にこれ一着でいいかなみたいな、で車の運転とかもできたらいいかなって感じなんだけども、やっぱりこの時期重宝するのってね、フリースとかになってきますよね。でフリースとかってやってくると、やっぱこれぐらい出ないぐらいのね分厚さがないとちょっとやっぱ寒いかなと思います。まあ、なのでまあ出なりとかね、パッて羽織ってあげて、これをね、まあ、ミドルレイヤーにして、最後アウターで完全に守るというような仕組みにすれば、もうこの冬はバッチリだから、インナーでしょ、まずはベースレイヤー、そしてミドルレイヤー、そして最後にアウターで防風にしとく。だから今回紹介するアウターのダウンジャケットの中には防風しかありません。なので今回ヌプシは入っておりません。ヌプシはね防風じゃありません。なので、風でやっぱ通しちゃうんですよ。それ考えると、やっぱ1月のこの極寒を耐え切るには、僕みたいな寒がりの人は絶対防風にしなあかんということで、今回防風しか入れておりませんが、ちょっと話がなくなっちゃってるよね。まあ、こうやってフリースがあると。で次のフリースいきますね。出ました、出ました、こちらエクワックスになっております。エクワックスもね、これやっぱいいっすよね。ちょっとなんか陰踏んでる感じだったけど、まあ、こんな感じでね、さっと羽織ればいいし、まあ、せめてねこれぐらいの毛足がないと、やっぱりこの時期はちょっときついかもしれませんね。まあ、さっきのこの、まあ、デナリとかもそうなんですけどもね、まあ、これぐらいの毛足があると、この毛足のところに暖かい自分の体温を溜め込めるんですよ。だから毛足が短いってことは、そんだけ体温が詰め込まれへんから、とりあえずやっぱ寒くなっちゃうよねってことなんでね、まあ、こうやって、エクワックスがいいかなと思います。ただこれ人気でないんですよね。買おうと思ってもなかなかないから、まあ、もしね見つけたらラッキーかなと思うんですが、これが、何点目かわからんけど、フリースでした。そして次がですね、これまあノースフェイスで多分一番毛足が長いやつなんですけど、アンタークティカバーサロフトっていうやつなんですけどもね、これほらすごいですよ、毛足がふわふわしてるでしょ。まあ、これやっぱその分あったかいですね。でしかも去年ぐらいまではね、なかなかこう完売で買われへんかったんやけども、今年はね結構買えるみたいです。まあ、ブラックはねさすがにちょっともうなくなっちゃってるでーことで残念ですなーって感じなんですけども、グリーン系とかはねまだ余ってるみたいなんで、気になる方はね見ていただければいいかなと思うんですけど、見ていただければいいって僕関係ないけどもね、あるみたいですわ。でまあこれやっぱ首ねだいぶ上の方まであるから、こう締めちゃえばね、あ今はちょっとマイク入ってるからあれやけども、ガッて締めちゃえばね、こう部屋で過ごすとかカフェで過ごすぐらいやったらね、全然これでいけちゃうと。で外出るときはこうやってさ最後にダウン紹介してますけど、ダウン羽織っていくというようなスタイルになってるんでね。まあ、最後ラストフリースもう一個紹介しますね。次はねこれパタゴニアのね、スナップティーっていうフリースですね。まあ、これもねあったかいんですけども、フリースはねやっぱこの時期使わんとね、もう2月になってくると春物が出てくるんですよ。だからやっぱちょっと季節感的にもね、まあ、2月はギリいけるとしても、2月後半からはねちょっとフリースも着られへんでって感じなんで、まあ、1月とか2月とか、まあ、その辺にね着とけば、まあ、なんとか着れると思うんですけど、3月にフリース着てるとね、おいお前春やぞと、春先にモコモコしてどないすんねんっていう時はね、次はマウンテンパーカーでこう逃げるっていう手があるんですけども、今はまだフリース着れますのでね、フリースがいいかなと思います。じゃあ最後はねアウター3つバンバンバンと紹介していきますが、全部防風防水です。だから水にもしっかり耐えれるし守ってくれるタイプですが、やっぱりそういうのってね、どうしても値段はちょっと張ってきますよね。機能性ね整えようと思ったらね、どうしてもやっぱ値段張っちゃうんやけども、こんな感じで、中にこうフリース着てて、ダウンジャケット着てあげればもう完璧というような感じなんですけども、まあここまでする必要あるかわからんけども、まあこれぐらいしといたらもう完璧は完璧ですよね。お前雪国に行ってんのかと思われるかもしれんけどね、最近やっぱ雪とかも降ってたでしょ。まあ、大阪は積もらんけどもね、なんか京都とか兵庫とかね積もってたみたいなんでね、皆さん気をつけてくださいね。まあ、車乗ってる方とか気をつけてください。これアンタークティカバーサなんですけど、ちょっとタートルネックみたいな感じで見えますよね。やっぱ首元長いから、そしたらねこれ、まあ、上まで締めてもね、もう全然こう首のところからヒューって風とか入ってこないんで、これがもう完璧防風スタイルなんですよ。もう外からも中も守って、もう一個中も守ってるということで、これをすることでね、その暖かい空気っていうのを中に溜め込めれるんです。ただ何枚でも着たらいいっていうわけじゃないですよ。なんかたまに、まあ、僕の嫁もそうなんですけどね、ヒートテックを2枚重ねする、あれ全く意味ありません。ベースレイヤーは1枚でいいよ、ミドルレイヤーは1枚、そして最後アウターって、この順番じゃないとトレーナーを2枚も3枚も着たり、ヒートテック2枚も3枚も着ても何の意味もございません。そんなことはむしろ無駄な汗をかいたりとか無駄に冷え込んだりしますので、まあ、しっかりベースレイヤー、ミッドレイヤー、もう一個最後アウターっていう感じでねやってもらったらいいかなと思います。まあ、なのでね、今回紹介してるフリースって全部、まあ、毛足はそこそこあるんですけど細身なんですよ。細身っていうか、そんなこうボワッとでかいわけじゃないんで、アウター着てもね着れるんですよね。だからここで変にオーバーサイズのフリースとか入れちゃうと、多分これ上着れないと思いますので、まあ、適正サイズをね買っておけば全然問題ないと思うんですけども、適正サイズのフリース着て、その上から
こうやってダウンジャケットを着ると。でこれはね、水沢ダウンのね、マウンテニアっていう、マウンテニアリングじゃなくてマウンテニアかなんかっていうモデルなんですけど、これこの間難波にね、ちょっとお買い物行ったんですよ、夫婦で2人でね。全然動画とか撮ってないんですけど、その時とかもね、ちょっと雨降ってきたなと思った時はね、これフードヒュッて被ってあげたり、買い物中暑いなと思ったらベンチレーションピュッて開けてたりしてたんですけど、ほんま都会向きのダウンですよね、この水沢ダウンはね。着て思ったけど、やっぱ襟元がめっちゃ高いから、普通ってね、こういう顎のとこにねフリースみたいについてるのってここにあるんですよ。なんでこんなとこにあんのと思った。あまりにも高いからね、ここでこう顎が来るようになってて、ここら辺はねもう顔の半分守るぐらいな感じなんですよ。そやからまあマフラーもこれやったらいらんし、でこれ一着でね温度調節もできるしってことで、まあほんま都会向きダウンやなっていう感じでね思いました。で最後はね、これカナダグースなんですけど、カナダグースは何かっていうと、バイク乗るときね、バイクの時にちょっと乗りたいで使いたいなと思って、この間アンタークティカパーカー来てねバイク乗ったんですけど、感じだったんですよ。あ、いけたなと思ったんで、次はちょっとカナダグースでねバイク乗ってみようかなと思ってますので、まあ、これもねちょっとどんどん使っていきたいなというふうに思っておりまして、こちら計10点ということになっております。まあなので、例えば人によってはね、こう暴風のダウンとか、こう防水のダウンがないっていう方は別にどんなダウンでもいいと思うんですけども、こういうベースレイヤー、ミッドレイヤーで最後アウターっていう感じでしてあげればね、よりこう温度が逃げないかなと思います。はい、ということでね、まあ、今月はこんな感じだったんですけど、来月はねもう2月でしょ。2月になってきたら、さらにこう寒い日と暖かい日の日、差が激しくなってくるんでね、まあその時その時によってね、ちょっと重ね着をまた変えていかなあかんかなと思いますので、まあ1月はこんな感じでがっつり守っていって、来月以降はちょっと暖かくなる日もあるよね、そんな時はこういう風にしていきましょうみたいな話をしていこうと思っておりますので、本日はですね、今月着たい洋服を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。